皆さんは司忍という人物をご存知でしょうか。彼は国内最大の指定暴力団6代目山口組で組長を務めており、ヤクザ界の生きる伝説と呼ばれている男です。今回は司忍の生い立ちと現在について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。司忍は1942年1月25日大分県大分市で生まれました。司忍という名前は都姓名で、本名は篠田健一といい、弟だった篠田司さんが小学生の頃に病気で亡くなってしまったため、弟を忍んでつけたとされています。彼はその後大分県立水産高等学校を卒業すると、地元の大手水産会社への就職が決まりました。しかしながら彼はすぐにこの会社を辞め、大阪へと渡ります。それからしばらくして愛知県名古屋市へと移った司は、1962年20歳の頃に極道に入り、3代目山口組系鈴木組傘下の広田組に席を置いたのです。こうしてヤクザとなった彼は、広田組の巨大化に向けて力を尽くしました。当時中京地区には山口組に属さない多くの暴力団が存在し、広田組も愛知県内では大きな力を持っていなかったようです。そうした状況の中、勢力を拡大するためには抗争に勝つしかありません。広田組は幾度となく他団体との対立と衝突を繰り返しながら、着実に地盤を固めていきました。この時広田組の中心で抗争の指揮を執ったのが司で、彼は武闘派ヤクザとして数々の戦果を上げていきます。そして司が広田組に入ってから数年後、上部団体である鈴木組が解散し、その後を引き継ぐこととなったのが広田組でした。ここで広田組の組長は山口組の直参へと昇格を果たします。こうして山口組の二次団体になった広田組の組員である司は、組織内に自らを総長とする司工業を立ち上げました。これにより子分を持つ立場となった彼は、上に立つ者として次のように語っています。人間には良いところと悪いところいろいろあるが、悪いところはなかなか治らない。ならば良い面をより伸ばしたらい。その人間は今よりもより良い人間になる。良いところを見ることを心がける。この考えは司と組員たちの結束をより強めることとなりました。そのような状況の中、東洋町事件と呼ばれる大規模な抗争が発生します。抗争の発端は、大日本平和会の副会長であった山中武雄が率いる山中組に出入りしていた不良が、山口組系の広田組傘下の神谷組に加入したことでした。この事態に激怒した大日本平和会系の山中組の組員が、1969年5月に神谷組の組事務所を襲撃したことで、2名の組員を殺害し、さらに別の2名に重傷を負わせたのです。この事件の発生を受けて、警察は神谷組の報復を防ぐために、組長である神谷光雄を含む組員を狂気準備集合罪で逮捕しました。これに対し広田組は、神谷組の上部団体である山中組への報復を計画します。しかし山中組側は、襲撃犯である3人の組員を早々に大阪府警に自首させ、さらには組事務所を愛知県小牧市から撤退させたのです。これにより報復の相手を失った広田組は、山中組の代わりに同じ大日本平和会の系列で愛知県春日井市に事務所を構える豊山一家を襲撃することにしました。そしてこの報復の首謀者となったのが広田組の司です。彼は自身が率いる司工業と広田組系佐々木組の連合体を組織し、計画を実行に移しました。これにより大日本平和会系豊山一家の豊山組長を殺害することに成功したのです。こうして広田組は大日本平和会への報復を遂げましたが、その代償は大きく、司は殺人教唆で懲役13年の刑を受けることになりました。この事件においては、後に司の右腕として山口組のナンバー2となる高山清も逮捕され、懲役4年の実刑判決を受けます。それから13年の歳月が流れ、司は刑務所から出所しました。その直後に山口組の3代目組長であった田岡和夫が病気で亡くなります。この時多くの人が田岡の後を継いで4代目山口組組長に就任するのは若頭の山本健一だと思っていました。
また、司の親分である広田は、山本との関係が深かったため、四代目体制になってからも、山口組組員として、組織に貢献する意向でいたようです。しかし、山本は四代目組長に就任する前に、肝臓疾患で亡くなってしまったのです。このようにして、山口組のツートップが、立て続けに亡くなったことで、組織内部では、四代目組長の座をめぐる争いが勃発しました。ここで争うこととなったのは、組長代行の山本博士と若頭の竹中正久です。結局、この権力争いに勝利し、山口組の四代目を継承したのは竹中でした。しかし、この結果に納得できなかった山本は、新たに自身を組長とする一和会を結成します。当初から山本派を表明していた広田は、一和会に合流しようとしましたが、司はこれに反対しました。彼は一貫して、山口組に尽くすべきです。と主張し、親分である広田を懸命に説得し続けました。そして、信頼する子分である司からの必死の説得を受けた広田は、意外な決断をします。なんと彼は、一和会にも、四代目山口組にも加わらずに、引退する道を選んだのです。広田は、四代目山口組組長となった竹中に対して、自身の引退報告をし、配下の司に直参の杯を下ろすよう申し出ており、竹中はこれを了承しました。広田が組を引退した後、竹中から杯をもらって直参になった司は、広田組の地盤を引き継ぎ、新たに自身を会長とする行動会を結成します。そして山口組の四代目体制の発足から半年後の1985年1月26日、ヤクザ会における大事件が発生しました。なんと、竹中組長が、一和会の暗殺部隊によって、射殺されたのです。この事件をきっかけに、およそ5年間に及ぶ、山一抗争が巻き起こりました。そして、武闘派組織である、行動会を率いていた司は、この抗争において、多大な功績を挙げています。最終的に、山一抗争は、山口組の全面的な勝利という結末を迎えました。その後、五代目山口組が発足し、同時に司が山口組の若頭補佐という重役に就きます。そして、1997年8月28日、衝撃的な事件が発生しました。またしても、五代目山口組若頭の匠勝が中野会系組員によって射殺されたのです。この事件を受けて、警察は新頂上作戦という弾圧作戦を開始し、山口組に対する取り締まりを強化しました。そして、この作戦の一環として、司が護衛役の組員に拳銃を持たせていた疑いで、銃刀法違反の容疑で指名手配されたのです。その後、1998年6月には逮捕され起訴されています。しかし、1年後の1999年7月には保釈されており、その際の保釈金は通常では考えられない10億円という額でした。この銃刀法違反の事件に対する裁判は、それからも続き、その後の大阪地裁では、無罪判決を受けています。しかし、控訴審では、2004年2月24日に、大阪高裁で、懲役6年の逆転有罪判決が下されました。ですが、司はこの判決に納得せず、最高裁に上告しています。また、彼は有罪判決を受けた後も、再度収監されているのですが、この時も10億円の保証金を支払って即日保釈されました。それから1年後の2005年3月には行動会のトップの座を若頭の高山に譲り、自身は総裁に就任しています。そして2ヶ月後に5代目山口組若頭に就任。さらに4ヶ月後の7月には山口組の6代目を継承し、現在まで続く6代目山口組組長となったのです。しかし、銃刀法違反事件の裁判は続いていました。そして、司は自身に実刑判決が下されることを予見していたそうです。そうなると、刑務所に収監されてしまうため、その前に行うべきことを終えておく必要があります。そこで、彼がまず行ったのは、右腕である高山を、六代目山口組の若頭に就任させることでした。司が刑務所にいる間、ナンバー2である若頭が、実質的なトップであるため、その役割を高山に委ねることで、行動会時代と同様の統治体制を敷くことが目的だったようです。
その後、彼は山口組内に新たな幹部職を設立し、消滅していた山口組系組織である倉本組と小西一家を復活させました。また、東京都内の有力暴力団である国粋会を傘下にし、東京進出を果たします。これらの動きはすべて、司が六代目組長に就任してから、わずか8ヶ月の間に行われたものです。その後、銃刀法違反事件をめぐっては、司が予想していた通りの結果を迎えることとなりました。2005年11月29日、最高裁での上告が棄却され、懲役6年の実刑判決が確定したのです。この結果を受け、彼は12月5日に出頭し、大阪拘置所に収監されました。その後、翌年2月には府中刑務所へと移っています。彼が配属された作業現場は、暴力団員が多くを占める工場、通称、侍工場ではなく、高齢者が働く軽作業の工場で、面会時には、担当の刑務官のほか、部長クラスの幹部が、必ず同席する決まりだったようです。そのような中、司は、真面目に刑期を送り、模範囚の一級になりました。その結果、仮釈放が検討される面接の対象となりましたが、彼はヤクザです。しかも、天下の山口組の組長を務めていた彼が、仮釈放を望むはずがありません。極道の世界では、判決通りの刑期を全うする美徳があるのです。そこで、司は1年近くもらえる仮釈放を断って、満期での出所を選びました。そして、2011年4月9日に、刑期満了となり、府中刑務所から出所したのです。こうして再び娑婆に戻った司は、山口組組長としての活動を再開させました。また、その翌年の2012年、彼はアメリカ大統領府の発令により、アメリカ国内にあった資産を凍結されたという過去もあります。国外犯罪組織と、その支持者であるという理由で、米国司法権の及ぶ範囲において、資産の凍結と、米国民との取引を禁止させる制裁を課され、全米では、忍ぶ司の名前で、ジャパニーズ・ゴッドファーザーとして注目を集めたのです。それから2年後の2015年には山口組内部の分裂抗争が発生し、現在は司率いる6代目山口組のほか、井上邦夫率いる神戸山口組、小田義則が率いる絆会が存在しています。この中で6代目山口組は圧倒的な力を持っており、一人勝ちはほぼ確定したような状況です。また、司は今年度で82歳を迎えることになります。そうなると気になるのは、彼が引退する日は来るのか、その場合は7代目山口組組長は誰になるのかということです。まず、6代目山口組組長の司の引退についてですが、山口組分裂抗争が終結するまでは、引退することはありえないとされています。司自らが組長を務めている間に、組織の分裂を許してしまうことは、100年続く山口組の歴史において汚点を残すこととなります。この状況はメンツを何よりも大切にする極道にとっては絶対に避けなければならないものなのです。そのため、司が年齢を理由に引退するとは考えにくいでしょう。また、7代目山口組組長に関しては、ナンバー2で若頭の座についている高山清が最有力候補だとされています。これまでも3代目以降の山口組においては若頭が組長になっていました。しかし、どのような結果を迎えるのか現段階ではまだわかりません。いずれにしても山口組の代替わりが日本の裏社会に大きな影響を及ぼすことは間違いないでしょう。今回は司忍の生い立ちと現在についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。また、この動画が良いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた、次の動画でお会いしましょう。